8月25日にバージニアインターナショナルレースウェイで行われたイムサウェザーテックスポーツカー選手権第9戦で GTD クラスの2位表彰台を獲得していたハートオブレーシングチームの27号車アストン・マーティン・バンテージ AMRGT3 が非公認パーツの使用によりポジションを剥奪される裁定を受けたロマン・デ・アンジェリス、ザック・ロビションのコンビはバージニアでの2時間40分レースで 当初はクラス優勝した32号車メルセデス AMG GT3 コルトフプレストンモータースポーツに続き表彰台に立っていた。しかし9月9日になってイムサが発行した審査委員会のブルテンではレース後の車検で27号車がホモロゲートされていないパーツを使用していたことが判明したとしている。この結果改定されたリザルトで27号車は GT クラスの細胞に回されることとなり 78号車ランボルギーニウラカン GT3 エボ2、ホルテレーシングがニ位に57号車メルセデス、ウィンワードレーシングが3位にそれぞれ繰り上がっている。さらにアストン・マーティンには GTD 技術規則の第2.5、一条に違反したため1万ベイドル、約143万円の罰金が課せられた。 デアンジェリスは150ポイントを失って GTD ドライバーズランキングで6位から8位へと転落、27号車はチームランキングで5位から7位へとポジションを下げた。GTD のマニュファクチャラーランキングでは、当初アストン・マーティンはメルセデス・ AMG に次ぐ2位につけていたが、こちらでもランボルギーニ、BMW、レクサスに続く5位へと転落している。非公認パーツの性質は、 審査委員会のブルテンでは説明されていない。イムサの広報担当者はスポートスカー365に対し、レース後に部品がさらに検査され、公認外であることが判明したと語ったが、どの部品が影響を受けたかは明らかにしなかった。その後、スポートスカー365に提供された声明の中で、アストン・マーティンの広報担当者は、このペナルティはダンパーマウントに関する事務上の誤り、 によるものだと説明した。我々はチャンピオンシップを統括する技術規則の適用におけるイムサの努力を支持すると声明には記されている。これがイムサが素晴らしいチャンピオンシップであり、アストン・マーティン・レーシング、AMR が参戦することに大きな誇りを持っている理由の大きな部分を占めている。残念ながら今回のケースではハート・オブ・レーシングは自らに落ち度はないものの、 AMR 公認ダンパーマウントのラベル付けに関する AMR の事務上の誤りに巻き込まれてしまった。この誤りがパフォーマンスに何らかの影響を与えたわけではないが、チームはトラック上での十分なパフォーマンスに基づいて獲得した必然のリザルトを失った。